去年の道内の交通事故なんですが、6割は交差点での事故なんですね。で、事故が多発する交差点取材しました。ぶつかった衝撃が強かったのでしょうか、車が横転しています。対向車が見えにくい交差点での事故、ビックリマークの標識がある3つある交差点も。去年道内で事故の多かった交差点は札幌市内に集中。なぜ事故が相次ぐのか、もう一掘りします。もう一掘り。日本損害保険協会は去年1年間道内で起きた交通事故を分析し、人身事故が多かった危険な交差点ワーストの5箇所を公表しました。ワースト3位は東区北33条東1丁目の交差点です。去年だけで7件の人身事故が起き、そのうち4件は右折による事故でした。近くの交差点でも右折の事故が起きています。交通量が多い上、札樽自動車道の橋脚で対向車が見えにくくなっています。そして去年最も事故が多かったワースト1の交差点は2箇所公表されました。1つは豊平区福住3条5丁目の交差点です。去年1年間で8件の人身事故が起きました。そのうち4件は右に曲がる車と直進する対向車の衝突、いわゆる右直事故です。実際に運転してみると、右折して、西岡方面に向かいます。あ、ちょうど今目の前に、バスですね。うわ、どんどん来ますね。向こう側の見通しが全くないので、なおかつ交通量が多い。今矢印信号切り替わってますね。はい、じゃあ行きます。あ、早いな。すぐ切り替わりますね。おお、慎重にならなきゃいけないなって気持ちになりますね。この交差点は直線道路の十字路ではなく、東側の清田方向の道路が大きくカーブしていて見通しが良くありません。さらに羊ヶ丘通りの東側は最大5車線になっていて、車の通行量が多く、右折車線が複数あると、それで見通しが悪くなって事故につながるっていうのもあると思っています。そしてもう1箇所のワースト1位の交差点は、その他の危険を示すビックリマークが1つ2つさらに3つ目だ。その先がですね、道幅が狭くなってます。去年道内で最も事故の多かった危険な交差点、こちらにはその他の危険を示すビックリマークがあります。で、その先には歩道橋があって道幅が狭くなっています。東区北8条東1丁目国道5号線と道道が交わる交差点です。去年8件の交通事故が起きました。多かったのは追突事故です。創成川が通る、特殊な形の交差点は信号も右折の方法も変則的です。そして道幅が急に狭まる箇所があるなど、ドライバーを焦らせます。さらに駅の近くで商業施設があって、近くにレンタカー会社が複数ありましてですね、慣れない方の運転がある車が近くを通るという特徴があります。一方道内では今年は高齢者ドライバーの事故がハイペースで増えていて、すでに死亡交通事故の4割近くに迫っています。小さいの入れると3回ですか。3回かな、はい、この眼鏡をね、目がひどくて外してね、前に置いて走ったもんだから。あ、札幌に住む93歳の男性、警察は今日個別指導をしました。
自分がね何をすれば事故に遭わなかったのかなっていうふうに考えてほしい。運転免許の自主返納も促しますが、返納しようかなっていうのはどう思ってる？就活の整理がねまだ完全にできてないから、はい、自分ができる範囲内でやらなきゃってそういう考えを持ってます。日没が早くなるにつれ危険度が増す交差点、ハンドルを握るすべてのドライバーに慎重な運転が求められます。去年1年間事故の多かった危険な交差点ワーストですけれども、まあ、全部札幌なんですよね。はい、同率で1位同率で4位ということで5箇所ということでワースト5になるわけですけれども、まあ、実際私も行きましたけどもこの 2箇所ですね、まあ、当たり前ですが全体的に交通量は多いんですけども確かに事故になる要素がいくつも詰まっているというところでしょうかね。3位のところ もうこれも石狩街道と佐村道交わる札幌新道のところでここは本当に交通量多いですし、その他、ちょっと紹介しきれませんでしたけども、厚別区大谷地ここも緩やかなですね、なんとなくこうスピード出したくなるような緩やかなこうカーブの交差点でした。で清田区ここは国道36号線ですね、はい、ここも交通量とても多いところです。はい、例えば自分もよく車を運転しますが右折する側の立場のドライバーだとしたらやっぱりね3車線とかあると車の流ればかりが気になってしまうんですよね。そうするとその向こうにある横断歩道の歩行者に気づかないことっていうのもあるのでここはいつも要注意だな。しかも右側に自分の車のピラーという、まあ、柱みたいなのがありまして、はい、それで歩行者も隠れちゃうこともあるんです。で歩行者に気をつけていると対向車に気づかないっていうこともあるので、うん、ここ右折って矢印信号が最近多いので、うん、時間がまた短いん で、うん そうですね、その時間内で何とか曲がんなきゃって焦らされちゃうのも、ね、だからそこら辺で自分の心持ちはなるべくゆっくりととは思うようにしてますけどもね、うん、私運転しないので今、はい、グッチーさんが言ってたようなドライバーの感覚とか気持ちっていうのが全然わからないんですよね、はい、だからまあ、歩行者側もちゃんとこうドライバーと目を合わせて私渡りますよっていう意思を伝え、ね、会えてから渡らないとお互いかもしれない、ね、出てくるかもしれないでね、お互いの意識高めてほしいというところですけれども そ、ね、そして事故の現場にもですね変化が起きていまして3年前の2018年、道内ワースト1はですねすすきの交差点でした、うん、でこれ日本損害保険協会の長崎徹事務局長はコロナ禍でススキノの人流や交通量が減って事故の件数も減った。そっか、去年は食品や生活用品を買いに行くための商業施設へのアクセス道路での事故が多かったという分析をしていて、なるほど、車の流れが、はい、ですので、うん、今回 のワースト5を見てみるとその前後に大型店というのは結構あるんですよね。その近辺は要注意ですね。そうですね、うん、はい、これから急に暗くなってきますのでね、まさにドライバーと歩行者両方お互い気をつけていきましょう。もう一掘りでした。